など、また住宅問題や生活に苦しむ方、自分の健康に不安があるという方、医療の問題で亡くなったという方、どんなご相談でも構いません。また、どんな実家なことでも構いません。今のお悩みを大変に持ち込むこともないように、この機会を遠慮なく、どうぞお受けください。また、大いに発表も行っておりますので、神に自分の罪を悔い改め、神の